そろそろ本気出すか。ダメ人間の決め台詞。なんて美しい大根、まさに理想的なフォルム。ユナさんが無事で良かったです。3年ぶりですね。お元気でしたか。飛行にはこれから勇者として世界を救ってもらう。勇者様は同い年なのに世界を救う偉業を成し遂げたのよ。お久しぶりです。王女として当然のたしなみですから。俺はカイル、アンリとは一緒に世界を救った仲さ。私は悪党だ。勘違いしたら殺すぞ。この早々のベラートの華麗なる槍さばきを。その呼び方マジでやめろ。この勇者ミリー・ユニスが来たからにはね。地獄の門を封印せずとも平和が訪れるんですよ。死んだ死んだ今日も死んだって足頭が取れちゃいそうだ。カラカラになったからだ。死んだ死んだこの世も死んだ。このまま天に召されちゃいそうだ。そんな今日なの笑い飛ばして。あんたみたいないいやつを見捨てられるほど腐ってもいないんでね。なってやるよ本物の勇者。俺が姫を救ってやる。テレビアニメ勇者が死んだ2023年4月放送。